双子山は神奈川県足柄下郡箱根町にある標高1099メートルの火山である。東山は箱根火山のカルデラ内の南東側に位置し、約5000年前の噴火で形成された溶岩ドームである。箱根駒ヶ岳、神山、大ヶ岳などと共に中央下高級を構成する。その名の通り、ソーセージのように2つの峰が並んでおり、北側が上、 双子山1099メートル、南側がしも双子山1065メートルとなる。箱根火山における双子山の一小田原方面から元箱根に向かう際には国道1号はこの山の北側を、箱根9道は南側を通ることとなる。上、双子山の山頂部には NTT 東日本や NTT ドコモの双子山無線中継所があり、 箱根の西側にある倉掛山無線中継所とともに、東京方面と東海地方を結ぶ無線中継網の重要な拠点となっている。正月の箱根駅伝の際などは、双子山無線中継所が TV 放送の拠点となり、毎年紹介されている。現在は自然保護のため、一般の入山は禁止されている。特撮テレビドラマ、ウルトラセブンの劇中において、 地球防衛軍局等基地のウルトラホーク1号の発信口となる山も双子山と呼ばれるが、地球防衛軍局等基地は静岡県の富士山麓という設定であり、この双子山ではない。アニメ、新世紀エヴァンゲリオンの八島作戦では、この双子山に要塞が築かれる設定となっており、首都の攻撃により山の半分が蒸発した。ありがとうございます。